それではご起立ください。共に唱詠を続けてまいりましょう。信条を共に告白してまいりましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手を宿り、乙女マリアより生まれ、フォントゥ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の血よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえる。かしこり来たり、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。続きまして、詩編の103編を朗読してまいりましょう。詩編103編。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない。あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。アーメン。この3週目は週末について、終わりの時代のことについて黙示録から受け取る礼拝となっています。聖火を捧げて、本当に今この梅雨の時期の中にありますけれども、この7月、もう間もなくこの梅雨も明けるのではないかなという、そういった中にもありますけれども、たとえ雲が覆っていても、雨が降っていても、どのような状況にあっても、私たちは主を見上げていくならば光が与えられていく、そのことを本当に讃えて、聖歌を捧げてまいりたいと思います。聖歌454番、捧げてまいりましょう。惑い欲も消えて、今は心いとも優しい。歌い叫ばイエスの血にて、我あがなわれたり。歌は割れたり、ハレルヤ、声の限り歌い叫ば、我あがな割れたり。宇津や金のごとき、世の宝によらで、お羊なるイエスの血にて、我あがな割れたり。歌は歌は国に行けて、の地もあがないの歌をば、高く歌はイエスの地にて、我あがなわれたり。歌は歌は我あがなわれたり、ハレルヤ、声の限り歌
れ現れたり、ハレルヤ声の限り歌い叫ば、我あがなわれたり。アメン。感謝します。今日はですね、まあ、そのこの7月から本当に CCC のメンバーも来てくださって、大学に行っての伝道、今週の金曜日に帰国するという、そういった中にある予定にありますけれども、本当にその伝道の身も捧げて、そしてまた今ユースの神戸キリスト栄光教会からも数名ですね、アウトリーチとして関東に東京に行って、その教会でそのキャンプの知らせ、また普段の活動を報告するというような形でですね、行っておられます。そういった中にあってですね、明日も海の日として祝日ですけれども、その今日はですね、午後から女性大会が捧げられていくコンサートですね、その中にあって、この第三礼拝ではすでに野田智香さんが来てくださって、そして特別な賛美もですね、続けてくださいます。本当に歓迎し感謝を捧げます。後ほどですね、素晴らしいその賛美歌声を聞くことができます。本当に、今からですね、また賛美を捧げて、喜びの声と、そしてまた感謝を捧げながら挨拶の時も持っていきたいと思いますけれども、私自身はですね、まあ、こう親しみのある賛美だと思っている曲を1曲入れましたけれども、この第三礼拝では初めてということを聞いてですね、2曲ですね、新しく捧げていくような形になってしまいますけれども、そのここは主の宮、そして愛歌という、その賛美ですね、皆さん覚えてですね、そして本当に主を見上げて捧げてほしいなと思います。まずですね、ここは主の宮という賛美の中で挨拶を交わしていく時間も持ってまいりたいと思います。捧げてまいりましょう。イエスの御手の中で我らは助けを得る。主イエスの御手の中で我らは楽しむ。主イエスの御手の中で我らは助けを得る。主イエスの御手の中で喜び楽しむ。ここは主の宮、主の愛の中、愛し愛されて育まれ。ここは主の宮、主の愛の中、愛し愛されて、ここに行こう。主イエスの御手の中で我らは助けを得る。主イエスの御手の中で喜び。それでは互いに挨拶を交わしてまいりましょう。
ここは主の宮、主の愛の中、愛し愛されて育まれ。ここは主の宮、主の愛の中、愛し愛されて、ここに行こう。主イエスの御手の中で我らは助けを得る。主イエスの御手の中で喜び、ここは主の愛の中、愛し愛されて育まれ。ここは主の宮、主の愛の中、愛し愛されて、ここに行こう。主イエスの御手の中で我らは助けを得る。主イエスの御手の中で喜び、楽しく。もう一度、主イエスの御手の中で我らは助けを得る。主イエスの御手の中で喜び、楽しく。アーメン。今日は洗礼者が5名あったということも聞いています。本当に救いの喜びが溢れていることを感謝すぎます。さらに主に身を上げ、またイスラエルの民の救いを思いながら賛美を捧げてまいりたいと思います。主の憐れみ、それによって私たちは滅びなかった、そのことを本当に覚えて主を称えてまいりましょう。イスラエルの民を思い、心痛み悲しみ湧く。イスラエルの民を思い、我が魂待ち望む。もう一度、イスラエルの民を思い、心痛み悲しみ湧く。イスラエルの Yeah.
こに泉は湧く。祝福を受けることができたのはイエス様が十字架にかかって私たちの罪を負ってくださったからであることを感謝します。そして私たちに約束の言葉が今も生きて働き、私たちの心に主が共にいてくださるから感謝を捧げます。主はあなたの恵みでこの地を覆ってください。今揺れ動き、さまざまな心痛むニュースを聞きますけれども、主のうちに平安があり行こうことができますから、そのところに私たちは心を置いて今日も礼拝し賛美を捧げます。打ち破りが与えられますように、勝利がもたらされてきますように、今日も十字架の力をこの地に表してください。また野田智香さんを今日招くことができたことを感謝します。主はあなたが私たちの心に平安を与えて、心をさらに整えて主の臨在を持ち運んでいくことができますように、今日もあなたに期待を置いて感謝を捧げて、すべてのことを主の御前にお捧げし、尊き様の御名を通してお祈りを捧げします。アーメン。語り伝え再び主の地に現れたもの、語り伝えこの世は皆主に帰する近き。ハレルヤ。帰りたまえよ同じ主、長旅はとどりてる。帰りたまえ、おなる主、
待つ花嫁に主よ長谷に叫びを聞き長谷の涙を見いなしいなし誓いのごととくとく帰りたまえ帰りたまえ同じ長谷はこどりてる帰りたまえ帰りたまえおなりし長谷はこどりてる帰りたまえおなりし切に待つ花嫁に帰りたまえおなりし長谷はこぞりて歌え帰りたまえおイエス様切に待つ花嫁に多くの人々が天の雲に乗って帰ってくる私を見つめるであろうイエス・キリストの再臨を待ち望みつつ私たちの救い主主イエス・キリストの栄光とまた愛するイエス様を罪の贖いのために天の御座から十字架におかけになるために惜しむことなくお使わしくださった天のお父様の上に誉れ賛美栄光礼拝喜び感謝すべての生き物を今日も力いっぱい豊かにお捧げいたしますアーメンハレルさあそれではですね早速聖書のお言葉に目を通していきましょう黙示録なんですけどもでね、第3章はキリストの再臨と世界の終わりに関する予言が聖書にあるんですね。まあ一般でもね、もう世も末じゃなんてね、年寄りがよく口癖に言うことあるんですけども、ただそういう世も末じゃというレベルの問題じゃなくって、イエス様ね、神の御子がこの人間中心の地球上における人間中心の歴史がいつまでも続かないんだよということを聖書は言ってるわけですね。もちろん神様が世界を作られそれで神様によって私たちは創造されてこの地上に置かれているんですけども私たち人間が創造されて地上に置かれている最大の目的は何かというと私たちを通して神の栄光を称えるためです。アーメンね。神の栄光を称えるどうやって称えるんですか。今ね野田さんがされたように私たちの口はそもそもは神を賛美するためですね。神の栄光を称えるために口があるね。耳は神様の御心、神様の御声を聞くためにそもそも作られているんですよね。そもそもはね。でもまあたくさんねお互い人間がいるわけですし、地上にねさまざまな被造物があって、それを見たりですね。見るのは神の栄光を仰ぎ見るために目があるんですね。そもそもは第一義的には神様との関わりのために私たちの体のすべては存在しています。アメン。でも同じ人間がいるわけですし、他にも被造物がありますので、その関わりに必要なですね、機能が必要ですね。そういう機能が見たり聞いたり、ね、語ったり、触ったり、味わったりね、五感を通して私たちは互いにですね、存在を認め合うと、まあ、いうことが第二義的にはあるんですけども、私たちの存在の目的は神の栄光を称えるために見上げるために御心をお聞きするためにね私たちは存在しているということを聖書を見れば分かるわけですね。でその人間中心の歴史もやがて終わるんですよということですね。なぜ終わるかというと人間が神によって創造されてこの地上にですねエデンの園を中心にしてですね、本当にキリストにある本当に平和の楽園をですね築くために
この地上に置かれた私たち、そもそもそうだったんですけども、エデンの園で神様に背きですね、そして神様に聞かないで善悪を知る知識の木の実を神様に禁じられていたのに、それに手を伸ばして食べて、私たちは善悪を知る知識の木の実ですね、もう自分で善悪を判断します。神様にも聞かない、聞きたくない、神様なんて関係ない、自分で自分の人生のすべての善悪を判断して、自分好き勝手に生きますよと生きて今日に至ってるんですね。でその結果、人間が自分で善悪を判断したはずのこの世界が今テロに代表されるように、さまざまな苦難と、そして人殺しと不道徳と犯罪と憎しみと怒りがですね、満ち溢れた世界になっていることは私たちは否定できませんね。だから人間っていうのは神様を否定してるんですけども、否定するほど強くて、神様を否定するほど素晴らしくて優れた人間かというと、決してそうじゃないですね。神から離れた人間の今の現実の姿が私たちの周りに起こっている、また私たち自身から発生されるさまざまなですね、悪い面もあったりする現実があるわけです。で神様はいつまでもそのような状態をこの地上にですね、放置されることはなくって、私たちこの地上をですね、一掃するためにキリストは再びおいでになるということは聖書の中に書かれています。そのキリストがね、おいでになることを再臨とね、言葉で言いますけども、再び主が望まれるということで、30年近く第3週目はキリストの再臨と世界の終わりについて、ずっとね、休むことなくですね、ぶれることなく30年間近く語り続けてこられたことを主に感謝します。年に12回語ってるわけですから、かける30ですから、360回語ってんだね。360週語ってるわけですよ、ね、いよいよですね、このテロの多さですね、おとついもニースでね、祭りニースのコートダジュールっていうね、フランスの中で最もね、日本で言ったら、まあ、比べられませんけど湘南海岸ってありますけども、そんな感じでですね、世界のですね、このリゾート地帯ですけども、そこでね、集まってる人たちに年齢、子供との関係なく大型トラックがドゥワーッと引っ殺していったんですよ。考えられないこと、そういうことがね、実は起こってるでしょ。まあ、ダッカでもね、日本の人々を巻き込まれて20何人が機関銃でですね、レストランで撃たれて、まだね、10日ほどしか時間が経ってないじゃないですか。そのようにしてこのね、見えない敵というテロリストですね、戦争の場合は国と国との戦いですから、相手方見えるわけですよ、ね、相手の軍隊をつけたら勝つわけね。そういう意味でははっきりしてですね、白黒が。皆さん、でもテロは分からないじゃないですか、ね、どこに敵が潜んでるか分からないね。しかも今はテロはソフトターゲットという言葉を皆さん聞いたでしょ、ね、つまりソフトターゲット何かというと、劇場とかサッカー場とか野球場とか、駅の中の、ね、コンコースとか飛行場の、ね、待合室とかね、そのようなですね、もう警備がほとんど不可能に近いような場所を狙って自爆テロね、自分で爆弾を体に巻いて自分も死ぬ覚悟で入っていくわけですから、もうチェックができない、もう思うようにテロのですね、思うようにですね、テロリストが活躍するような見えない敵との戦いに今なっているわけですね。これから本当にこの世界はですね、見えない敵であるこのテロとのね、戦いに入っていくだろう、言っているわけだし、これが久しくね、私は終わることがないだろうと思います。というのは、世界の皆さん人口の、ね、約16億、15億はイスラム教です。イスラム教全員がもちろん悪くないですよ。ごく一番なんでしょうけども、かなりの若者たちが、社会の構造に不満を持っている若者たちがですね、このテロリストに変身して、そしてソフトターゲットを目指してですね、これから世界各地でですね、ニュースとして突然ですね、飛び込んでくるでしょうね。イスタンブールの飛行場もですね、テロリストによって破壊されて多くの犠牲者が出たことが2週間ほど前にありましたけれども、そのような時代に入ってきているということですね。で聖書を見ると、
キリストが再び来られる前に7年間の患難時代と呼ばれるものがあるって分かってるんですよ。これはダニエル書の9章の中で終わりの一週って言葉があるんですね。つまり終わりの7日は1日を1年と数えるんですけども、終わりの7年間がありますよと書いてるんですね。でその終わりの7年間が患難時代ですね。さらに聖書をよく見ると後半の3年半が大患難時代と呼ばれるんですよ。ヤコブの苦難の時とか別の表現あるんですけども、つまりイエス様が言われたのはもう人間が今まで経験したことのない苦難が待ち受けていると。その苦難を想像するだけで気を失うような苦難だと。後半の3年半はね。でも前半の3年半はそれに比べるとまだ少し穏やかだ。それでも患難時代なんですね。このキリストの来られる7年前に患難時代が来ると。それは世界が大混乱に入っていくだろうしですね。また同時に天候異変とか、この天変地異国ね、この宇宙空間に今まで人類が経験したことのないような何か不吉な予感をさせられるような現象もやがて伴いますよと書いてますよ、ね、そのような時代が最後の患難時代なんですね。で皆さんこの3年半って今区切ったんですけども、皆さん3年半っていうのは聖書をよく読んでる人分かるでしょ。イエス様の公の生涯3年半でしょ。イエス様はおよそ年30歳の時に大工の仕事を置いて公の救い主としてのミッション使命に立って、皆さん3年半のちに十字架にかけられた。3年6ヶ月、ね、のちに十字架につけられた。だからこの3年半はイエス様の公の、ね、期間と全くピタッとこう一致するんですね。で黙示録を見るとこの3年半のことを別の言い方しています。1260日、もう一つの表現は42ヶ月。このようにですね、黙示録の12章あたりにそう出てきますね。1260日、42ヶ月イコール3年半じゃないですか。ね、3年6ヶ月ね。そんなのにしてですね、あるんですけども、今こうしてテロがどんどん拡大して、これは阻止するのは私も難しいなと思います。ですから私は最近祈りの中で、健康の守りとともに必ずつける言葉は言ってますね。安全が守られますように。どこで何があるかわからない。私たちはいつテロに巻き込まれてもですね、仕方のないような、そのような時代に生かされていますので、どうぞ皆さんも健康だけじゃなくて安全が守られますようにと祈ってあげてください。言いましょうか。安全が守られますように。安全が保障されますように。じゃあこれ非常に重要な祈りの文言になっていますね。イエス様みたいですね。イエス様の時代は何ですか。毎日ご飯が食べれるようにって、日ごとの糧を与えてくださいっていう祈りがその当時の祈りの中心でしたね。貧しい人が送ってご飯にありつけない人がたくさんいたから、だからね、日ごとの糧を与えてくださいっていう祈りが天主の祈りの中にあるんですけども、皆さん今の時代はそれプラス安全が守られますように、悪しき者から守られますようにと、まあ似たような言葉でしょうけども、そのような時代ですね。まさに患難時代の7年のその序章に、私は個人的ですよ、序章の時代に入ったんじゃないかなって、このまんま最後の7年間に突入していく、その序に入ったのがこのテロリストの拡大だろうと、そんなふうに感じてはいます。まあそういう時代の中でですね、30年間語り続けてきて、また2回目ですね、ヨハネの黙示録にチャレンジしてまあ、いるわけですね。でこのヨハネの黙示録のもう一言一句をこう見るときに、皆さんこのヨハネの黙示録は旧約聖書新約聖書の神の恵み、神のなされた、また神様のですね、栄光のすべてがこの黙示録の中で全部ギャッと凝縮されて表現されている、表されている。実はこれが黙示録ですね。ただ単に世の終わりのことを書いてるという、そういう薄っぺらなことだけじゃなくて、皆さん黙示録にはイエスの焦点はイエス・キリストの栄光です。他の手紙は信者さんのために書かれています。信者さんこうありなさい、ありなさいね、パウロの手紙全部信者さんのために書かれて、でも皆さん黙示録はもう完全にフォーカスはイエス・キリストの栄光なんですよ。イエス・キリストに全ての焦点を合わせて書かれているんですね。そして人類に対する神様の悔い改めようとしない人々に対する
神の地上における裁きの順序が書かれてまいるということです。まあ、そういうことを思いながら、まあ、一章だけでもすごいね、学ぶべき霊的な情報量が詰まっています。ご一緒に朗読生と書いてるんで、この一章を20節までですね、朗読していきましょう。3、はい。イエス・キリストの目次。これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを使わして、これをしもべヨハネにお告げになった。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼の見たすべてのことを、すべてを証した。この予言の言葉を朗読する者と心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。ヨハネからアジアにある7つの教会、今いまし、昔まし、後に来られる方から、またその御座の前におられる7つの御霊から、また抽出な証人、死者の中から最初に蘇られた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストの栄光と力とが常しえにあるように。アーメン。見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の種族は皆彼のゆえに嘆く。しかり、アーメン。神である主、今いまし、昔いまし、後に来られる方、万物の支配者である方がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。私、ヨハネは、あなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいた。私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ることを巻物に記して、七つの教会、すなわちエペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアに送りなさい。そこで私は私に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと七つの金の燭台が見えた。それらの燭台の真ん中には足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人のこのような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手に七つの星を持ち、口からは鋭い諸刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな、私は最初であり最後であり生きているものである。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。また死とハデスとの鍵を持っている。そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ。私の右の手の中に見えた七つの星と七つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、七つの星は七つの教会の御使いたち、七つの燭台は七つの教会である。アーメン。イエスの、ね、十二弟子の一人であるヨハネは100歳頃まで生きたと言われています。ただ一人迫害で死ななかった唯一の弟子だと言われていますね。彼が90歳の頃にですね、イエス様よりも多分10歳ぐらい若かったんじゃないですかね。イエス様が33歳、ヨハネは20歳ぐらいかなという、まあ、想像なんですけども、いや、そういうね、イエスの弟子でしたね。で、彼が90歳ぐらいの時に、宣教した、ね、そのためにキリスト教を伝えたと、ね、禁止されている宗教を伝えたということで、彼は捕らえられて、エーゲ海のパトモスという、ね、小さな、ね、島流しのための、ね、そういう犯罪人が送られる島ですね。その島に、ですね、流刑にあった時に、彼はイエス・キリストを通し、ね、イエス・キリストから天使が与えられたものを天使がヨハネに語って、そして彼の見た、書いてましたね、すべてを書き記したって。
書き残すことがなく、全部を彼が見たこと、聞いたこと、全部私は書き残したと彼は自ら証ししているわけですね。ですからその内容は世界のですね、この地上における人類の罪に対するですね、神様の審判といえる、そのことがここにですね書かれて、まあ、いるわけですね。まあ、その序としてですね、ここにその2章からはエペソの教会がずっとね、7つの教会に対して書き残されて、警告とね、励ましが書かれて、まあ、いくわけですけども、この中でね、一つの特徴ある数字は7ね、ラッキーセブンね、7ね、私たちのラッキーセブンよく言いますけども、7というね、これは神様の聖書では完全数ですね。7は完全数ですね。ここでもですね、7つの教会、7つの、ね、金の燭台、7つの星ね、金の燭台は7つの教会、7つの地は7つの御使いですね、7つの御霊とかあるでしょ。それからずっと読み進んでいくと、7つの封印があり、7つのですね、ラッパがあり、7つの怒りの味が出てきます。皆さん、聖書の中で7つという言葉が7つ出てくるんですよ。7つというものが7種類出てくるんですよね。まさにね、完全の中の、まあ、完全のですね、そういう啓示を感じるわけですけども、ここでですね、この、ね、先ほど言ったように黙示録の中の言葉の一つ一つが旧約聖書と新約聖書における神のなされた恵みのすべてがここにガッとですね、凝縮されているという感じなんですね。そんなわけで私も皆様にお語りする前にですね、これを準備するときにですね、聖書の一つ一つの言葉がもう一言一句がですね、非常に深いというか、その一つの言葉の中にね、深い深い神の恵みがね、満ち溢れているなという感じがしてならないんですね。で、このね、聖書そのものに目を留めていきたいんですけども、この予言の言葉3節にね、この予言の言葉を朗読するもの、皆さん朗読しましたね。それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いであると、ですからね、皆さんの心に留まるように私は何度もですね、この言葉を皆様にお伝え、まあ、してまいるわけです。まあ、語る方と聞くものとは、まあ、かなりやっぱりその認識とか違うんですよね。語る方は相当読んで語りますから覚えちゃうんですけど、聞く方はね、意外とこう気楽に聞くことがあるんで、教会出た途端にこうあんまり覚えてなくってね、また同じ来月来た時に、あ、そういえば菅原牧師そういうこと言ってたなと思って、また帰った時にまたコロッと忘れてね、まあ、そういうことは悪いけど、それはしょうがないですよ。僕らも聞く側になると同じことになるから、いい恵みやら、いい話やったな、ええ店だと思って帰った時、それで今日何やったかなと思って、それはしょうがないですよ。語る方と聞く方の違いですね、はい、語る方は1回だけど、聞く方は10回ぐらい聞かないとなかなか耳に残らない、まあ、それは仕方ないですね。だから牧師が務まるという話もあるんですけども、まあ、それは余計なことですけど、はい、でね、時が近づいてるね、これは再臨の時だよね、雨ね、再臨の時が近づいてね、でヨハネからアジアに7つの教会って書いてあるんですよ、皆さんね。でエペソ、スミルナ、ねペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキア、ミサ、この7つの教会ですね。皆さん、この7つの教会はアジアにいると書いてるじゃないですか。ね、皆さん、これはアジアって今でもって言うんですよ。今船たトルコにある教会って言ってるんですよ。皆さん、この7つの教会、全部今のトルコにはトルコに。ずっと皆さんで考えてみてくださいね。聖書を読んでる人、不思議だと、皆さん、ちょっと疑問持つはずで、なぜかというと、もともとキリストの教会エルサレムから始まったんですよ。エルサレム第一教会ね、ペンテコステの日に聖霊が下ってペテロが説教したら2000人がゴゾッと救われたでしょ、イエスの日でしょ。でもあの2000人は50日前にキリストの十字架をみんな目で見た人ですよ。イエス様をキリストと思った人々が殺されちゃったんで、ああなんや、ああ失望したなと思ってる人たちがエルサレムいっぱいいて、その人たちに対してペトロが、いや彼はイエス様よみがえったんだよと言われたんで、彼らは信仰が再びガーッと引き上げられて、いっぺん2000に信じたんですよ。だからいきなりイエス様のことを初めに聞かされて、いやないんですよ。彼らには生のイエス様をみんな見てたんですよ、エルサレムの人々は、ほとんど全員が。
それについてイエスはよみがえったんだよとペテロが、ね、あの十字架から50日後に語ったもんだから、彼らにとってまだ記憶が生々しい時に語ったから、いっぺんに彼らは信仰が復興されて2000人が信じたという、まあそういう話ですよね。だから日本でいきなり2000人がバーッとね、キリストが何のも分からない、聖書分からない人々がいきなり生きて2000人っていうのは、これやっぱり特別何かなければ起こらないことでしょうね。ですから彼ら2000人信じたっていうこともある意味合理的な説明もできないわけではないんですね。ですからそのようにしてエルサレムに教会あったじゃないですか。そしてユダヤ人中心の教会ができて、皆さんその次に使徒行伝見ると、次に皆さん大きな教会どこで できましたか。アンティオキアね、アンティオ13章の、ね、コリント第使徒行伝13章見るとアンティオキの教会出てくるでしょ。皆さんアンティオキの教会はユダヤ人のクリスチャンがリーダーシップを取ってますけども、同時に多くの異邦人ユダヤ人以外の人々がイエス様を信じてクリスチャンになって、インターナショナルね、そのような教会、大教会ができてね、で使徒行伝の13章時代になるとエルサレムにいるある教会よりもアンティオキの教会にずっと宣教的でずっと大きな活発な教会があったんですよね。ですから本来ならばこの7つの教会はエルサレムにある、あるいはアンティオキにある教会って普通だったらそう考えやすいんですよ。でもなぜエルサレムでなければアンティオキでないのか、なぜかと言いますと、皆さんこれ書かれたのは AD90 年の時代なんですね。で AD90 年っていうのは皆さんね、このことを知っておいてくださいね。実は AD70 年の時にエルサレムは将軍ティトス、後のローマ皇帝になるんですけども、将軍ティトスによってエルサレムは崩壊するんですよ。そしてエルサレムを中心にして住んでいたユダヤ人がダーッと散らされていって、神殿が完全に壊されて焼かれて、神殿中心の教会の礼拝もなくなって、みんなが権威がなくなったので、また世界中にユダヤ人が散らされたので、エルサレムの皆さんクリスチャンの教会なくなってしまったということです。 AD70 年です。これは非常に重要な、クリスチャンとして覚えておかなきゃならないエルサレム陥落、神殿崩壊の日が AD70 年8月15日かなんか、その日ですね、30日です、ちょっとごめんなさい、その時に亡くなってしまったね。そしてですね、キリストの教会は AD90 年になるとトルコの教会が中心になって宣教が拡大していったということなんですね。つまり90年経った時には今言ったようなことで教会の活動の中心がトルコの方にですね変わっていった、ね、エペソにある教会の高いですよね。エペソの教会はトルコにあったわけですからね。そのような教会の歴史的なですね流れの中で、エルサレムじゃないよ、もうアンティオキもね、滅ぼされていったよ、でもトルコにある教会はこれからどんどん力強く成長していったよっていう、そういう時代が AD90 年の時代であったというふうに理解されたらいかがでしょうか。そしてね、4節にヨハネからアジアにある7つの教会へ、常にいますし昔いますし後に来られる方から、アーメン。つまり神様という方は時間に制限されないよ、昔も今も永遠まで一緒ですよ、アーメン。永遠に存在してるんですよということをですね、アブラ知っておられるんですね。そして神様にとっては過去とか未来関係ないの、皆さん神様はいつも現在だけです。神様はいつも現在だけなんですね、はい、で私たちもね、まあ、過去も未来もあるんですけども、私たちもそういう意味においては現在ですよね。今が一番大事でしょ。今という時が一番大事ですよね。だから今という時に信仰を持つことは素晴らしいことですね。昔は信仰がありました、将来信仰を持つことはあるかもわからない、そうじゃないの、今信仰を持っています、アメン。言いましょう、今信仰を持っています、アメン。隣の人に言ってあげましょう、あなたは今信仰を持ってますよね、ちょっと念をして。昔熱心やったよね、そんなことあかんね、将来持つかもね、それもダメ、今ですよ、将来は今の連続ですから、アメン。
もう過去のことはもう誰も何 も, もうアンタッチャブルと、もう誰も触れませんからね。過去のことはくよくよする必要はないよね。悪かったら悔い改めて新しい今から始めたらいいんです。アメン。過去はどうやってもしょうがないじゃないですか。過去をほじり返しても何もないよね。大事なことは今変えられること、そしてその変えられた今を続けることですよ。これが大事ですよね。また忠実な証人、ね、5節にあります。証人ってこのまま言いましたね、ギリシャ語で証人はマーターと言います。マーター、マーターという、ね、この意味は殉教者もマーターという言葉です。だからこの当時イエス様を信じる証人クリスチャンは迫害されて殉教する者たくさんいたから、キリストを信じることイコール殺されるかもわからない。だけどもこの地上の人生だけが中心じゃなくて、私たちはやがてこの地上を終えてみんな次の世が来ます。アメン。次の世が皆さん来ますでしょ。どんな金持ちも、どんな成功した人も、どんなに富をためた人も、全部この地上に置いて去っていかなければなりません。私たちは次に来る世がもっと大事なんですね。その次の来る世を信じてですね、多くの殉教者が信仰を捨てないで信仰を守り通して殺されることを厭わないでみんな証人となりました。だから証人と殉教者は同じ言語です。マーターです。言いましょう、マーター。アメン、ね、そして死者の中から最初に今やられた方、地上の王たち支配者であるイエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますようにですね。で、神様はいつも私たちに恵みと平安がありますように、この言葉をくださる主ですから本当に感謝だなと思いますね。で、私たちのクリスチャン同士のですね、この最後の別れの時もですね、祝福ありますようにですね。私たちは普通は日本人の場合は頑張ってって言葉をね使うんですけども、別にそれも悪いとは言いませんけども、私たちは頑張ってっていう言葉よりももっと素晴らしい祝福がありますように、そのような言葉でもってですね、あるいはシャローム、ね、言いましょう、シャローム、シャローム、シャロームっていうね言葉もぜひね使われたらクリスチャン同士ではね分かりやすいですね。はい、でね、このキリストは私たちを愛して、アーメン、ね、その、ごめんなさい、その前ですね、恵みと平安があなた方にありますように。で、神様はいつも私たちに恵みと平安を準備してくださるお方です。アーメンですか。神様は私たちにいつも恵みと平安を準備しておられますね。ね、悪しき者、神に敵対する悪魔サタン、古い蛇、ね、年老いた竜はですね、私たちを殺すためにいます。私たちが混乱するように、私たちが破壊すること破壊すること私たちを破壊することが悪魔の目的ですよ、ね、私たちはいつも心が沈むようにね、不安になるように、それがサタンの目的ですけども、皆さん神様の私たちに対する目的はいつも一定しています。恵みと平安があなたにあるように。アーメン。これが神様の私たちに対するいつも変わらないメッセージですね。イエス様が復活された後、ね、戦々恐々としていた、ね、隠れ家に潜んでいた弟子のところに戸を開けることなく、すっとですね、イエス様がその部屋に入ってこられて、その皆さん大事なんですか、平安があるように。シャローム、言いましょう、シャローム、シャローム、シャローム、ヘブライ語ですね。アラビア語も似てるんですね。あのサーラムっていうのはね、アラビア語では確かサーラムと発音、サラムとかね、サーラムとか言うと思うんですけども、いつも神様、私たちに対する神様は私たちに平安を与えるために私たちをこの地上に置かれました。アメン。平安を与えるために置かれました。でも現実は不安がありますよ、恐れがありますよ。皆さん、それは私たちが神に背いた結果、自分の判断で行きますよと言った結果、私たちはですね、神様に聞かないで自分で善悪を全部決めて、そしてその結果が不安であり恐れであり争いであり憎しみであり犯罪であり不道徳であり、あるいは大きく言えば戦争につながって、まあ、いるわけですね。
それは私たちが神様から離れた結果、人間はどれほど立派で、どれほどこの世界をですね、祝福に満ちた世界に作り上げたかというと逆であって、そうではなくって、私たちは不安と憎悪に満ちた世界を人間はみんな作り上げているわけです。これは神に離れた人間が作った世界の現実が今あるし、その象徴がテロリストたちの働きなんですよね。そこでね、エレミアの29章を皆さん開いてね、見て、神様が私たちに与えておられる御言葉を確認して、いきましょう。29章の10節ね、これは3週間前の大久保オリチャペルのメッセージの時にね、用いた言葉でね、神の約束はすべてハッピーエンドというね、タイトルでお語りしたんですけども、皆さんエレミアの29章のこれ読んでいきましょう。3、はい。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方は私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなたに聞こう。もしあなた方は心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。いい言葉でしょ皆さんね。皆さん差し上げます。神様が、全能者が、世界の創造主があなたに与えている計画は何ですか？将来であり、希望であり、平安なんですね。アーメン。今日ね、洗礼を受けたね、3人の可愛い子供さんたち、神様があなたに対して平安と将来と希望を与えますよ、このようにね、皆さんにも与えてくださっていますよね。これは神様の皆さん計画ですから、私たちこれは全員に与えられている神様の約束の言葉ですから、信じる者は皆さんアーメンと言いましょうか。アーメンですね。でね、この有名な、よく引用される言葉なんですけども、皆さんこの言葉がエレミアを通して聖霊が、ね、預言者エレミアに語った言葉で、神からいただいた言葉なんですけど、どういう状況で将来と希望と平安を与えるかといったことですよ。それは29章の皆さん7節見たら分かるんですけど、3、はい。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ、そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。このね、そのあなたが引いていったその町はどこですか？バビロンです。イスラエルの有力な人々が、ほとんど有能な人々がネブカドネザル王様によって捕囚の身にあって、結果的に70年間バビロンで、ですね、違法のところで彼らは名前も改名させられて、ネブカドネザルですね、新バビロニア帝国に仕えていく、そういうですね、捕囚の受け目に遭うわけですね。それは彼らが選ばれた民なのに、真理を表さなきゃならないユダヤ人なのに、そのユダヤ人が偶像崇拝してしまったということです。大問題ですよ。異邦人が偶像するのはそんな当たり前みたいな話です。今で言うならば、洗礼を受けたクリスチャンが偶像崇拝一生懸命していると同じ状況です。その当時のユダヤ人は、ユダヤ人が偶像崇拝した、そういうことなんです。日本人が、韓国人が偶像崇拝した、意味が違うんですよ。選ばれて聖書が与えられた民なのに偶像崇拝したんですよ。だから神様がある意味お仕置きのためにですね、反省を求めて、70年間ネブカドネザル王様によってイスラエルの民をですね、バビロンに引いていったんですね。その時に神様の意思は何か、バビロンの繁栄を祈りなさいって、あなたの引かれていった町の繁栄を祈りなさい、それはあなた方の繁栄になるよ。そして、ね、ユダヤ人にとってはもう歴史上最悪のですね、虐げられた時代に入っていったにもかかわらず、神の約束はあなた方に与える私の計画は将来であり、希望であり、平安である。アーメン。だから私たちは人間的に自分で判断して、最悪やな、ひどいな、自分の人生にとってもっと惨めやな、もう皆さんいかないなと思う時があったとしても、神様のあなたに対する計画は将来であり、希望であり、平安なんですよ。皆さん信じる者はアーメンと言いましょうか。アーメン。本当にそうですよ。彼らは最悪の中でバビロンの捕囚にあったにもかかわらず、神様のエレミアを通して語られた言葉は将来と
希望と平安を与えるから、あなた方その地にあっても熱心に私を求めなさい。その異邦人の地であなた方は私をやがてまた見つけ出すであろうというね、そのような言葉を与えているんですね。でもう一つここで大事なことは、私があなたを引いている、この言葉がすごい言葉です。歴史的にはネブカドネザルというもう史上最強の王様だと言われているこの王様が実際はユダヤ人を引っ張っていったんですよ。いいですか。ネブカドネザル王様が実際彼らをあの鎖につない全部引っ張っていったんですよ。でも聖書どういうんですか。私がと書いてますわ。神様が引っ張る、本当は影にいたんですよ。ネブカドネザルは神の、ね、御心を自分が分からないままユダヤ人を、ね、捕囚にしたに過ぎないです。でも本当は私があなた方を引いて、これが神様の計画でね。ちょうど皇帝アウグストの時に、イエス様の誕生の時にローマ皇帝が、ね、支配地域の、ね、このユダヤ人の地に対してですね、人口調査をしなさいということで税金を全部漏れなく徴収するために人口調査をしたでしょ。その時にナザレにいた、ね、ヨセフと、ね、マリアが、ね、臨月になってますけれども、王様の皇帝に言われる通りにナザレからベツレヘムに生まれ故郷、二人の生まれ故郷に移った時に、皆さんイエス様が予言の通りベツレヘムで誕生されましたね。アメン。歴史的に見たら、表面的に見たら皇帝アウグストが命じた勅令に従って彼ら動いたんですよ。でもそれはさらにその上にあって神様が背後にあってアウグストにですね、人口調査するように思いを与えて、そして聖書の予言が成就したんですよ。だから私たちはこの地上におけるさまざまな権力者の思いがありますけれども、実はさらにその上に神様が存在しておられて、結果的にあのね、為政者がこんなことをしたけども、本当はさらに神様の深い計画があったんだねっていうことがしばしば歴史にあるんですよ。素晴らしいのは神様です。アーメン。力ある本当の主権者はイエス様です。言いましょう。本当の主権者、王の王、主の主、誠の支配者はイエス様です。アーメン。アーメン。私があなた方を引いていった、歴史は言います。ネブカデネザルが引っ張っていった。でも本当の影の主役は神様だったということです。主の栄光ありますように。でもそのような最悪の中に、ね、見えたんですけれども、私の計画は将来と希望と平安を与えますよ。この言葉は今もね、私たちに与えられていると、そう信じます。お祈りします。天の父様、ありがとうございます。今日も聖書の言葉を通してあなたの偉大さ、権威、その全能の道から覚えてありがとうございます。讃えるべきは誠の生けるお方、賛美すべきはイエス・キリストご自身と十字架の御業であることを覚えてありがとうございます。心から感謝いたします。今からこの時を導いてください。聖霊の満たし、癒しのためにお祈りをお捧げします。求める方はどうぞその場にお立ちになってください。天のお父様、イエス様のお名前によって今日もお願いがあります。私たちを聖霊で満たしてください。新しい油注ぎで満たしてください。さまざまな困難も現実にはあります。なんとなく不安もあったりします。お金の問題もあったりします。人間関係で何かうまくいかなかったりすることもあるでしょう、あります。でも主よ、あなたは将来と希望と平安をくださる約束を信じます。困難の向こうにあなたは素晴らしい祝福を準備しておられることを信じます。信じます。信じます。人々に信仰を与えてください。聖霊で満たしてください。父をお願いいたします。イエス・キリストの御名によって聖霊を受けよ、新しい油注ぎを受けよ、聖霊を受けよ、油注がれ喜んで主に仕え、
旧霊の森が増し加えられ、家族の救い、友の救い、同胞の救いのために用いられ、その手から神の癒しが流れ、大胆な信仰が与えられて、友達のために、家族のために手を置いて病気が治るように祈ったら病気が治りますように。圧倒的な神のパワーが注がれますように。神の子たちが用いられますように。今再び迫害の時代が訪れようとしています。神をどうぞ一人一人を強めてください。お願いいたします。否定的な悲観的な思い出ていけ。いつも前向きで肯定的で勝利と信仰の思い、告白宣言がなされ、その告白通り実現しますように。イエスキリストの御名によって祝福してこの祈りをお捧げいたします。続いてね、癒しを祈ります。短く賛美します。私は主であり、あなたを癒すたい。御言葉で傷を癒す。私は癒し主。おー主よ、あなたは我が神、私を癒す神。御言葉で傷を癒す。あなたは癒し主。癒しの欲しいところに手を当てましょう、当てがいましょう。天の父よ、今日もイエスキリストの名前によって癒しを求めてお祈りを捧げます。触れている箇所に聖霊様触れてください。その打たれた傷によって癒されたり、キリストの御名によって癒しを宣言します。がんから癒されますように。体のあらゆる部位にあるそのがん細胞が健全な細胞に変化するように、細胞が良い細胞に変化するように、イエスの名によって今命じます。骨、関節、筋肉、骨髄、血液、血管、皮膚、細胞、遺伝子、神経、ホルモンのバランスに、またあらゆる臓器に触れて、主よどうぞ癒しを与えてください。イエスの名によって癒され、健康が回復し、心が強められ、神経も癒されて、神様どうぞ祝福に満ち溢れていきますように。癒しを宣言いたします。家計の呪い、罪の呪い、出生の呪い、忌まわしい記憶の呪い、長く続いているさまざまな負の遺産のこれらのプレッシャーからの解放を宣言いたします。どうぞ天皇家の上に皇室のあなたの救いが与えられますように。天の御使いを送って福音が届けられますように。今の神様、天のご一心が大義のことを宣言されています。これを機会に皇室の福音が届けられ、全員がクリスチャンと変えられることを祈ります。祈ります。日本のリーダーたちも、どうぞ政治、経済、あらゆる領域におけるリーダーたちも、神様本当に科学、医学いっぱいいます。神様リーダーたちを祝福し、魂を救いに導いてください。よろしくお願いいたします。日本の君をキリストの名によって今封印します。日本の君を封印します。日本に住むすべての人々はイエスキリストの血によって贖い、買い取られているキリストのものだ。日本に住むすべての人々はイエス様のものだ。すべてのものは膝をかがめてイエスは主という。すべてのものは膝をかがめてイエスは主という。ありがとうございます。一人一人を強めてください。感謝して祝福して勝利を宣言して、キリストの御名によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。
献金のね、時としたいんですけども、お祈りします。天の父様、今から喜んで10分の1請願感謝礼拝ごとの捧げ物を捧げてしています。受け入れてくださって、あなたご主の栄光とキリストの体なる教会の人のために尊く用いてください。天において地において驚くような報いをありがとうございます。勤めている職場組織団体祝福し、直属の上司その組織のトップの上にあなたの豊かな祝福がありますように。経営しているお仕事ビジネス商店クリニックすべての上に発展繁栄資金繰り豊かな祝福をお祈りいたします。就職活動の会社門が開かれ、個々の経済が満たされていきますように。経済を覚えてください。安倍首相と政府閣僚を祝福し、この方々が平和で平安で良い内政外交が会社も実行できるように覚えてください。拉致問題の驚くような麗しいそして速やかな解決を祈ります。横田さんとその祈りのグループの祈りが天に届いていることを確信いたします。異教徒の中から集団でキリストのもとに大勢が立ち返ってきますように。迫害されている教会やクリスチャンを守ってくださって、迫害している者の中からイエス様を信じる者が大勢生まれてきますように。エルサレムと聖地には平和と繁栄と霊的な回復がありますように。今週も一人一人覚えてくださって、事故災害災い凶悪な事件から特に交通事故の加害者や被害者に会うこともなく、公共の乗り物の事故から特別に守ってください。テロからも守ってください。子どもたちも悪いものや災いや大病から守られていきますように。さあ聖霊様方のこの群れ、この町々、この民族、この世界をご一緒にリバイバルし福音化してまいりましょう。主イエスキリストの皆によって天の父様にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。ハレルヤハレルヤ。ホザーナホザーナ、王の王イエス、喜び迎えよ、イエスが来られる。ホザーナホザーナ、王の王イエス、喜び迎えよ、イエスが来られる。ハレルヤ。主の祈りを捧げいたします。どうぞご起立ください。天にいます我が父よ、皆をたたえます、御国を
ぎ願くば主イエスキリストの恵み、父なる神様のご愛、聖霊なる神様との親しき交わりが御前にあります会衆お一人お一人の上に、また世界中のさまざまなところでさまざまな苦難の中にあられるすべての方々の上にも今からとこしえまで豊かに豊かにありますように。